お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは日本の技術がすごい潜水艦の映像を見た海外の反応をお送りします。ある外国人が投稿した日本の自衛隊と潜水艦の最新映像を見て、世界中の人たちからいろいろなコメントが寄せられています。今回はそちらのコメントとネットのやり取りを中心にご紹介します。海外の反応。日本の潜水艦技術は本当にすごいんだ。日本は中国にも対抗できる。ベトナムからだけど日本のことは大好きだし尊敬してるよ。頑張れ日本。私も日本のことが大好きだよ。日本人はこの世界のどんな人たちよりも礼儀正しい。日本はアジアで2番目に大きな軍事力を持ってるんだよね。日本は第二次世界大戦中にはアメリカの大部分を征服したしね。本当にすごい国だよ。いや、日本はアメリカの大部分を征服はしてないぞ。日本が征服したのは C 国だよ。そしてアメリカはその C 国を守った。日本はアジアの大部分を支配したけど、アメリカは征服してないよな。でも日本の支配は長くは続かなかった。ミッドウェー海戦あたりで負け始めると一気に崩れていったからな。まあアメリカは世界を救ったよね。アメリカが世界を救っただって、それはさすがに過大評価しすぎだろう。貪欲な欲望を持っている C 国を倒すことができるのは日本だけだよ。その通りだよね。俺もその意見には完全に同意する。自分はフィリピン人だけど戦争になるのは勘弁してほしい。 C 国は昔日本に征服されたことがあるからな。きっと中国はまだその時のことを恨んでるんだろう。だから第三次世界大戦が起こった場合、日本は速攻で破壊される可能性があるだろうね。私は C 国人だけど、日本軍が邪悪な C 国政府をぶっ倒してくれることを願ってるけどね。C 国人のこのコメント見たら、売国奴か台湾の人のどちらかだと思うだろうな。そんなことはどうでもいいことだよ。私は C 国で生まれたけど、C 国を愛さなければ、絶対にダメだなんてことはないはずだ。それは自分で選ぶ権利があると思ってるからね。あなたは台湾人なの？それとも香港の人？台湾人や香港人なら自分のことを C 国人とは言わないから。なぜそう思うのか？台湾や香港の人たちは C 国から離れて独立国家として扱われたいと思っているからね。だから彼らは C 国人として扱われることをとても憎んでいる。あなたはチベットや台湾独立問題についてはどう考えてるのか？歴史的に見てチベットは独立国家だったけど、かつては C 国に属していた時期もあるという認識だね。台湾についてはずっと C 国に属していたという認識。だけど、この問題についてはそこに住んでいる人たちによる国民投票によって決めるべきだと思うよ。残念だけど、今の日本が C 国に勝てる見込みはないだろうね。しかし、日本が独自の兵器や機体を作れるようになれば、どうなるかはわからないけどね。でも、欧米も C 国も、日本が第二次世界大戦の時のように強くなりすぎることを恐れていると思う。日本が同盟国を持っていることを知らないの？日本の軍事力は C 国軍には劣ってるよ。だって日本は核ミサイルを持ってないんだからね。 C 国にも弱点はあるんだけどな。三峡ダムってのがね、 C 国メディアではこう言っていたよ。三峡ダムの恐怖、攻撃されたら万事休す、軍壊滅、民は奥単位で飲み込まれる。
日本は量より質が大切ということを知ってるからね。日本は C 国のようにコピーはしないんだよな。日本の兵器は高品質のアメリカ製だからな。さらにメイン戦車も自国で生産してる。日本がコピーをしないって冗談だろ。日本は第二次世界大戦後、カールツァイスやハッセルブラッドなどの技術をコピーしまくってただろ。日本は C 国よりも巨大なパクリ国家だろうが。私は C 国が侵略支配を続けている海域で日本の自衛隊が活動するようになるのは見ていて嬉しいね。ただ一つ気になるのは、日本は最新の第5世代戦闘機を導入しないのかな。 F-15 も素晴らしい戦闘機だけど、でもこれは第4世代戦闘機だよね。日本はアメリカが F-22 を売ってくれなかったらF-35 を買うつもりなのかな。日本はもう F-35 も持ってるよ。さらに双竜型の潜水艦もかなり強い。最新の戦闘機が完全に配備されるまでは F-15 が主力で活躍することになるだろうね。ちなみに日本の軍事面でさらに興味深いのは潜水艦だよね。日本は今のところ潜水艦を同盟国にも販売してないけど、日本の潜水艦はかなりのクオリティなんだよ。そうなんだよ。日本の潜水艦について言及するとは素晴らしい。日本の潜水艦は原子力潜水艦と同じくらい長い間活動することができるんだよね。その秘密は彼らのバッテリー技術にあるんだよ。さらに日本の潜水艦は特別なスクリュー技術を持っていて静粛性が凄まじいんだよね。実はその日本の最新潜水艦をオーストラリアが購入しようとしてたんだけど、彼らは結局フランス製を購入してしまった。でもこれは日本にとって良かったと思ってるよ。どこの国にも売ってないというのは今後重要になってくると思う。日本の潜水艦は世界最高のレベルと言われています。さらに、日本はポケモンも持ってるからな。はっきり言って、C 国なんかじゃ日本には太刀打ちできないだろうよ。ガンダムはどこにあるの？お台場っていう秘密基地にあるらしいよ。以上、日本の軍事力を好意的に見てくれているコメントが多かったようですね。では、次は同じ動画と海外の反応を見た日本人のコメントをご紹介します。日本ネットの反応。日本の潜水艦、潜水艦、C 国の潜水艦、潜水艦、隣国の潜水艦、潜水艦。あまり軍事面では着目されないけど、案外日本もいいものを持ってるんですよ。日本が朝鮮を征服したなんて誰も言ってないところがいいね。世界の認識を K 国にも教えてやってくれ。国家に全てを握られて自分で決められると思うのか。伝統を大切にする気質が全てを支える。 C 国は小にして大国ならず、略奪と破壊を積み重ねた歴史。伝統なし。憲法改正が決まったら、中間は心中穏やかじゃいられなくなるな。オーストラリアの言い分、自国で建造。日本の意見、完成品の輸出。オーストラリアの現状、技術的に建造不可能。C 国人多数。セキュリティガバガバ。物別れに終わる。輸出されなくて本当に良かったと思う。せめてガンダムシードの欧米国のように国を守れる憲法に変わればな。パクリについて、日本も昔は欧米の技術をパクリまくっていたが、必ずオリジナルよりも高性能なものを作ってきた。ここがパクってオリジナルよりも低品質なものを作り出し、決して
オリジナルを超えるものを作れない C 国との決定的な違いだな。眠れる大国は米国だ。本当に怖いのは米国だ。決して忘れてはいけないことだ。海上自衛隊の潜水艦部隊の連動を一度知っているのは米海軍だろうね。ミリタリーシンクタンクで初めて台湾が独立国として認められたぞ。そもそも条約も守れないロスケから日本の国土を守るため戦いの日本海、オホーツク海、西太平洋に飛び込んだんだから。日本の潜水艦は C 国に対抗できるかって？ C 国なんざめじゃないんだが。日本の凄さは欧米の技術をヒントにそれ以上の性能のものを作ることにある。最初にマスケット銃を見た時もあっという間にそれよりも射程距離も長く命中率の良い火縄銃を数年で量産してしまった。第三次世界大戦に勝者はいない。必ず核戦争になる。日本は戦争なぞしない。経済戦争で勝つ。日本人のいいところは、人が作れるものは自分も作れる。人が作ったもので改良できるものは必ず改良する。人前に出す前に完成度を高める努力を惜しまないという人材がいることだ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本の軍事力に関して外国の人たちと日本人の間で意見が一致しているのは日本の技術力に対する評価の高さでしょうね。とりわけ日本独自の潜水艦技術は内外に広く認知されているようです。物量による圧倒的な兵力を持つ相手に日本が対抗するにはその技術力に支えられた装備の性能の高さが決め手になるでしょう。また外国の人たちのコメントを聞いていて感じたことは、日本が強い軍事力を持つことに彼らが概ね好意的らしいということです。その理由の一つとして、日本が戦後70年余りの間一貫して平和国家として歩み、国際社会の平和と安定に貢献してきたことが挙げられるでしょう。そしてまた、こうして日本が支持される背景には、近年、あからさまに覇権主義的な行動を強める C 国に対する各国の警戒心と不信感があるんじゃないでしょうか。チベットやウイグル、香港の人権問題、南シナ海の人工島建設や台湾海峡への軍事的圧力、尖閣諸島への領海侵犯、アメリカや日本へのサイバー攻撃等々、世界の秩序に挑戦する C 国の強引さは、とどまるところを知りません。このまま、C 国の暴挙を許せば、一体世界はどうなるのか。多くの国が C 国の膨張主義に懸念を示していますが、こうした圧力にアジアの中で対抗できる国は日本しかありません。その日本に C 国の脅威を感じる多くの国が期待を寄せています。でも、C 国のこれまでの高圧的な姿勢から考えて、世界からどれほど批判を浴びても、C 国がその野心を捨てて行動を改めることは期待できそうにありません。C 国をめぐる国際情勢は、ますます不安定になり、予断を許さない状況です。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。